おはようございます。茂木耕作美空研究所、令和5年1月4日おはようございます。今日からね、仕事始めの方も多いと思いますが、頑張っていきましょう。砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。あ、友人さん、おはようございます。今日もね、診療所の開ける準備中かと思いますが、多分ね、友人さんが何してるっていうことよりも、友人さんがどう聞いてるかなと思いながら、他の人がさ、例えば昨日の善くんとかアボロマンさんのやり取りね、音声配信上での往復、美しいですね。倫理じゃないですか。あと周平さんもライブ配信してくださって、そして清水さんがあのね、イングウェイのイングウェイにリーチっていう1日9分のフレットフレーズ練習みたいなやつをやって、タイマー使ってカウントダウンしてやってんですね。あれ俺好きですよ。ずっと見てられる感じです。あれはむしろ倍速にしないで聞けますね。なんか喋りと違って。まあ僕結構みんなの発信は、まあゆっくり聞ける時間がないときは普通に倍速にしないで聞くこともありますけど、まあ概ね倍速にするかな。まあでも、そうだな、清水さんのフレット練習って、いやかっこよかったな、かっこよかった、うん、俺ギター弾ける人にはめちゃくちゃもうなんていうの、憧れなんでしょうね。特にエレキギターのフレットだけで音を出すっていうね、押すだけで、押すだけで音出すっていうやつね。プリングオフ、プリングオフ、ハンマリングオンか、右でピックしてビヨーンってしないで、こう弦をビッとこう左で押さえるだけで、まあわずかな音が出るわけですけど、それで繰り返すと、より速いわけよね。あれは憧れですよ。多少触ったことあるんだけど、出ねえんだよあの音が。いやだからさ、かといってその一個一個強く振りかぶってボーンって押せば出るけどさ、それをやってたら早弾きにならないからさ、適度な強さで、でも等しい強さで、でなおかつすぐ離してっていうのをやらないと、綺麗なちゃんとした音になんないわけですけど、あれはまあひたすら1分ずつやってんのかな、あれは9フレーズ。いいですね、毎日聞けます、毎日お願いします。毎日やってるって言ってたから。まあでもめんどくせえか、ライブ配信するには。でもいいと思いますね、記録に残しておいて、なんか自分でも後から3倍速で聞いたらちょうどこれでウィングウェイのスピードになるみたいなこと言ってましたけど、やっぱり清水さんにとってもいいと思うんですよ。その現在地を知るっていうことほどやっぱり上手になるには重要なことないので、でまあその何のために練習してるかはちょっと詳しく知らないですけど、どこまでなりたくてとか、どこを目指してとか、
ただでもなんかスムーズに気持ちよくあのフレーズが弾けたら楽しいなっていうことを目指してるのか、いつかイングエー好きの人とセッションしたいなとか、まあユージンさんの時みたいに無茶ぶりで 何月何日にやるから、それまでに上手くなれっていう話なのか、結構設定によってこう話変わってくると思うんですけど、何がね、やり方っていうか正解はないと思うんだけど、まあ、いずれにしても上達したくてやるってすると、記録に残すことはマイナスはないと思うんですよ。ライブ配信が適切かどうかは分かんないです。録画でもいいのかもしれないです。音だけでいいかって言ったら、僕は動画の方が良いと思います。 で、なぜならあれは指の動きがちゃんと入るじゃないですか。で、それって、自分で後から見て気づくこともあると思うんで、特に僕ね、ギターのフレーズって指の動きが大好きで、ね、なんかテレビ番組とかの音楽番組とかあるじゃないですか。昔はね、僕は「ミュージックステーション」見てましたけど、あれで基本みんなね、そのボーカルの人にずっとカメラが行くわけですよ。いろんな角度からボーカルを舐めるみたいなカメラワークなんですけど、早くギター打つせよと思ってました。 でギターでここでこう弾いてるところ、ピックのところも見たいし、フレーズをフレットでこう押さえてるのどういうふうにこう運んでその音出てんのかみたいな、見ても別に弾けるようになんないよ、なんないけど、もうでもあそこがかっこいいと思ってるから、一番だから、一般的にそのバンドの、あるバンドの、ミュージックステーションの晴れの場という時にか、一般大衆にとってのカメラワークの正解は、ボーカルをひたすらいろんな角度から舐めるように映し続けて、曲を盛り上げて、こう、聴いてる人がテンションが上がるように、カメラワークすることが正解だと思うんですよ。でも僕にとって不正解なんですよ、それは。ギタリストの ここ映してくれと もうその姿を見てるだけで燃えるっていうね、いろんな正解があるんですよ っていうね。でもまあうまく、やっぱりギター弾いてて上手くなりたくて記録に残すとしたら、どうですかね、全体像を映す必要ないかもしれないけど、少なくともこう動画で、フレットをどう押さえてるとか、まあ、ピッキングがもしあるフレーズだったら右手の側も含めてなんですけど、映像に残しといて、音と自分のこう動きと、こういうふうにやってるからこの音になってるけど、自分の頭のイメージではもうちょっとこうなってるはずだったとか、それってスポーツだけじゃなくて楽器とかもやっぱりかなりメタ認知としてはすっげえ効くと思いますね。相当ずれてるもんですよね。思ったより猫背だとか これは僕の場合めちゃくちゃありますね。あとはこう思ったより顎がこういうふうに出ててかっこ悪いなみたいな時とか、でも自分の中ではまっすぐ気をつけの姿勢で立ってるつもりとかっていう、あとは右肩が下がってるとか左肩が上がってる、それはなんか同じ高さに揃えると自分ですごく違和感だけど、そもそも骨盤の歪みから来てるみたいな、まあいろいろあるんですよ、なんか で、だからとにかく映してみないと分かんないっていう。で、ああいうのはやっぱりただ一人で自主練しているだけなので、お見せするほどでもないという気持ちも僕すっげえわかるんですけど、まあだからサロンに共有しなくてもいいかもしれないけど、少なくとも動画と音声と両方合わせて
とっておくことはね、めちゃくちゃ上手くなる上でいいと思うんですよね。うん。でもせっかく動画に撮ったら、あの自分もスマホの中だけに動画があっても多分見ないんですよ、自分でも結局。だからなんかあの程よく見てくれても全然大丈夫ですよっていう人の囲まれたクローズな空間のところに動画で残しておくっていうのが、タイムラインでこう何時何分いつぐらいにはこういうレベルだった、それから1ヶ月経ってこうなった、で後から振り返るとどうやら1周目はそんなにこうなんていうかまあ目立った上達をしていないんだけど、3週目ぐらいからここ変わってんなと、一見音で聞いてもよくわかんないけど動きになんか滑らかさが出てて上手くなる予兆がこの辺に出てるなみたいなことがもしかしたらあるかもしれないですよ。例えばね、なんかそういうことって後から気づいたりするんで、まあぜひね今日もお願いします。僕は楽しみにしております、はい、清水さんの初ライブ我がサロンでやっていただけて、開催していただけて非常に光栄ですね。そして昨日はね、周平さん、善くん、あれ友人さんはもう一回やってたんだっけ、あの動物病院の中ね見せてくれたりしましたね、友人さんのやつをね。ああいうのめちゃくちゃいいと思うんです、僕は。めちゃくちゃいいと思う。まあ例えば動物病院の、まあ、経営に、経営とか広告とかわかんないですけど、どういう風にされてるか、ああいうのって、まあ、まずその見てもらっても大丈夫な仲間に向けて、こういうふうに映すとこういうふうになると、でこうやって案内すると、あの大体映像でもある程度こう来た感じになれるとかっていうのは、まあ、そういう場所とそうじゃない場所があると思うんですけど、まあ比較的その部屋の広さとか、狭すぎても映像ではちょっとピンとこない、広すぎてもピンとこない、程よく囲まれてると、あのこう人が実際に行って見てる感じと映像で紹介された時が割と一致するみたいなことあって、多分あの友人さんの動物病院の待合室のあたりとか、あのすごくあれを映像で見た上で実際に行ったら一致感があるんじゃないかなっていう気しましたね。すごくそこにいる感じがしましたね。で、なんだったらその、まあ、そんなに広告するようなことかじゃないかもしれないけど、やっぱり動物病院の良さを多くの人に、少なくとも地域の人に、分かってもらうとか、あの動物がこうなったらやっぱりすぐ来てほしいなとかいうのもきっとあるから動画にして、まあこういう空間だよと、来たことある人だって見れば思い出すこと、見ないと忘れていることって結構あるはずなんです。でそのそれこそね、受付で奥様がやれてるのかわかりませんけど、そのそういうのも含めて、動物病院に、あ、じゃあ久しぶりにちょっとうちの子見てもらおうと、あの特にまだ悪くなってないけどこういうちょっと最近気になることがあるからちょっと見てもらおうかなぐらいの、こう行っても行かなくてもいいけど行った方がいいかなってなんとなく思ってるみたいな時に行こうって思えるような動画はあっても良さそうじゃないですか、そういう記録映像っていうか。あ、じゃあ行くと、あ、そういえば山田先生こういう風にしてくださったよなとか、
受付行くと久しぶりっつって、こうこういうふうに迎えてくれて、こういう空間で少し待った上で、まあ、診察してで安心して帰れるというのがイメージできるような感じって、なんていうか、別にそれって広告宣伝じゃないと思うんですけど、飼い主さんにとっての優しさかもしれないじゃないですか、そういうのも。で、なんかそのユーチンさんの声が入りながら、いつでもこういうふうにやってますんで、例えばこういうことあったら、本人そんなに気にならないかもしれないけど、早めに来ていただいた方がいいですよとか、まあ、こういう時には焦らなくてもいいですよ、逆にね、ゆっくり来てくれれば、来れる時に来てくれれば。どうなんですかね、なんかその獣医さん側から飼い主さん側に、その直接 LINE してない時でも伝えておきたいメッセージみたいなのって結構あるんじゃないかなと思いましたね。なんかあれ見て、動物飼ってたらどういう感じで映像見るんだろうなっていうのをちょっと思ったんですけど、それこそ、飼い主さんが見たら安心する映像が作れそうだなって思いましたね、友人さんのあれは。まあ、あとはその特に何だろう、そのサロン内に閉じた話として、ライブ配信でこうたまにお届けいただくのもいいと思うんですけど、まあ、飼い主さん向けに公に「今日こんな様子ですよ」は、動物病院みたいな場所ってそんないつもいつも行く場所じゃないので、逆にね、それは日常の映像としてお届けする意味はあるような気もしたりしましたね、なんかね、映像見てそう思いました。それと同時にこうスタンド FM でたまにこう考え方とか、やっぱり獣医師さんとしてこういう人なんだ、獣医師さんじゃなくて一人の人間としてこういう考え方をしてる人なんだとかっていうのは、知った上で、ああいいなと思う人がやっぱり、イコール動物病院を選ぶっていうのが一番お互いにとって幸せだからっていう、ね、そこになんかね、スタンド FM はすごくいいでしょうしね。なんか広がりを感じましたね、ライブ配信の映像を見てて、あ、これは飼い主さんも見たい一瞬があるんじゃないか、これ全部が全部じゃなくてもいいんですけどね、なんかそんな印象でした。周平さんのライブ配信は本当にいくらでも聞けますんで、24時間耐久でもいいですよ。ランニングしながらとかいいっすね。外もいいね、寒そうやなと思ったけど、あってさ、ちょっと食べ過ぎだなとか飲み過ぎだなとか、もう割と正直な話してましたけど、あれ口で一言言っとくだけでだいぶこうブレーキかかりますからね、ちょうどよくなると思います。なんかね、なんとなく誰にも言わずに思っていて、食べ過ぎだな、食べ過ぎないように今日はしようっていう、それだけだと結局ブレーキにならなくて結局食べ過ぎるっていうのを僕はね、毎年 正月には だっておばあちゃんが出してくんだもんみたいなさ、まあ、そういう感じになるじゃん。いい人やしみたいな、食べないと悪い気がしてっていうね、いや、それはね、もう多分どこの家でもあることだと思うんですけど、まあ、まためちゃくちゃうまいわけよ、本当に罪深いほどにうまいというね。で、しかもこう親戚同士ってさ、久しぶりでもありながら付き合いも深くて、お互いこう話したいこと詰まっ
まあ、たくさんあり雰囲気が楽しいんで、ただでさえうまい料理がよりうまく感じるんだよね。だから駅に食えちゃうんでしょうね。なんかそんなに普段大食いでもないんだけどなと思いながら永久に飲めちゃう、永久に食えちゃうみたいな。あるよね。でも口に出して喋ると多少ブレーキにはなるんじゃないかなっていう気はします。どうですか。二日酔いにならずに済んでますか。はい、まあでもね、自覚があれば同じ量食べたとしてもだいぶ違う気はしますけどね。これ明らかにいつもの 1.5 倍飲みましたねと、これは間違いなくこのままいくと、まあ、寒さもあって体調壊しますと、これ分かってると。でその上で今できることはって、冷静になった時に思いつけるとまだマシな未来が可能性残ってるんで、まあ二日酔いは避けられないのだが、ちょっと今日は水を多めに飲んでおこうみたいなことになるだけでもね違ったりしますよ。でそれはやっぱり現実をこう隠さず喋れる場所がどっか他に確保されてると、やっぱりこう上手にブレーキかける術が身についてくるかもしれないよね。それはちょっとね、僕はね二日酔いっていうのがないんで、基本的にビール2杯ぐらい飲むと1時間ぐらいで二日酔いの症状になります僕はね。で3時間ほどで冷めます。だから2日かからないんですよ僕は。弱すぎて。いいので、いやでもみんなのライブ配信見てこうすごくやっぱり良かったね。やってこれは良かったですね。すごくいいなと思います。そしてやっぱり最後触れざるを得ないのは前くんのスタイフの放送についてなんですけど、まあ、あきらさんもさ、前くんのスタイフの放送、まあ、昨日はね、要するに一昨日の放送で話題を3つ喋ったんで、話があっちこっち行ってしまったんじゃないかという自信、自分で聞き直した感じ、ちょっと聞きにくいんじゃないかと感じたということで、皆さんももし何か良くない点とかこうした方がいいがあったら教えてほしいと、いうオファーだったわけですよ。で、まあ、それに対してこう秋田さんがねコメント欄にも残してます。これはこれで俺全然その3つテーマがあるっていうことは、テーマが3つであるということがちゃんと認識されるように喋ってるっていうこと自体でまずレベルが高いことなんで全然いいんじゃないかと。でその本当にね、その、まあ、放送でもう一回言い直してるわけですけど、本当にそう思ってるから言ってるよと。別にその善くんは知り合いだからその悪いことは言わないでなんとなくお世辞で褒めようみたいなことは俺全然思ってないからあえてもう一回言うけどっていうことですよね。で俺はそれを聞いててどっちも本当だなと思ったし、善くんには同じこと言いたいなとも僕も思ったよ正直ね。それでいいんじゃないと思ったんですよ。でもう一つはじゃあまあだけど多分善くんの中ではもっと良くなりたいがくすぶっていてなんか違えんだと、多分善くんから聞いて自分で聞いてもっとこう本当はこうなりたいんだけど、この放送なんか違えんだよなっていうのがあったんでしょうね。でここはなんか聞いてる僕らからすれば別になんていうかこれでいいじゃんって思ったとしても、善くんの中に、もっと良くなりたいが別の方向にあって、それと この話し方は違うんだっていうのが確かにこうあって、どうすればいいんだとなったわけだよね。
これは本当になんていうかまさしく正解のないことなんだけど、正解のなんていうの、まあ教科として、教科書がないですね。例えば、算数の教科をやっていたら問題があって正解が必ず1個あって、それ以外は解き方は多少いくつかあるんだけど答えは丸か×か以外ないんじゃないですか。それに対して、スタンド FM で自分で思っていることを日常について何でもいいからみんなに伝わるように話すというまあ強化なわけですよ。でこれをこう毎日全君はやってるわけだけど、それに正解があるのかということをねあえて考えますと、全君がこの人だけには聞いてほしいっていう人がもし明確にいて、でその人にどれぐらい伝わったかが基準であるということが全君にとっての正解であるというのが定まった時には正解はあるかもしれないよね。例えば、お母さんにだけはちゃんと聞いてほしいし、ちゃんと喋ったことの全てを聞きやすい、なおかつ言っていることが伝わった、 20% まず伝わった、できれば 25% 伝わってほしい、3割伝わったら伝わるようにする、喋るにはどうやったらいいんだろうみたいな、まあそこをそういうふうに問題を設定するんですよ。そうするとその時には正解が出てくる可能性がある。聞いてほしい人っていうのはまあ僕は前の放送を聞いて僕にとっての正解だとすると、僕は善がチャレンジしているだけで100点なので、それ以上の正解ないんですよ。本当にない。今日はうまく言葉が出てこないなという日も正解だし、今日は話したいことがたくさんあって話題が3つだという日も正解だし、テーマが1個でシンプルですごく短くて2分で喋りきってこう綺麗にやったとするじゃないですか。めちゃくちゃ伝わりやすくて分かりやすくて、100% 分かりました。じゃあそれ正解かって言ったら僕は僕にとってこれそれが100点かって言ったら物足りないと思う日があるかもしれないよね。正解かもしれないし、でこれは全然違うなんていうか正解があるかないかみたいな話になってなくて、じゃあでもかといってこうより良くなりたいということは一方であるので、正解がないんだけどより良くなりたい、これはなんていうか非常に難しいことなんですけど、例えば一つはですね、モデルを探すっていうのはあって、こういう風になれたら最高の話、自分の話を話すんだけどこういう喋り方をする人をやっぱり一番僕がいいと思ってますみたいな、それがいてそこに近づこうとしてるっていうんだったら、まあ例えば、アポロマンさんのどうでもいい話の完コピを自分は試みたとするでしょ。でアポロマンさんの本物のどうでもいい話があって完コピしたつもりなんだけど、どうもちょっと納得いかないと、納得いかないんだけど、どこをどうしたら本物に近づけるのか自分ではよくわからないので、どこを改善したらよいでしょうかということはね、話としてあると思うんですよ。これか例えばの話ね、なりたいと思ってるかどうかはちょっと別ですけどじゃあまあアポロマンさんから見て、こう俺はこういうこと気ぃつけながら喋ってますよ、ノリとしてはこれぐらいのスピードを意識してますとか、最後の言い切るところの語尾をこういうふうにするようにしてますとか、
あ、なるほど、だからあのノリが出るのね。あ、自分ではそのなんとなくふわっと真似したつもりだったけど、そこ真似できてなかったんで、もうちょっとこうした方が近くなりますね。そうするとこうより良くなるっていうことになりますよね。あの、もしアポロマンのどうでもいい話の完コピーが正解だとすればですよ。それ求めてるかどうかは別です。俺はあんまり求めてないです。たまにはいいよ、全然その。たまにはいいんだけど。あの完コピーをあのそんな精度上げなくていいんじゃないと思ってますけど、まあ、例えばの話ね。で、まあ僕は、じゃあ例えば喋るときに誰かモデルがいるかって言ったら、あの一番素晴らしいなと思ってるのは、あのボイシーっていうアプリで聞けるのでぜひ聞いてほしいんですけど、鴨頭嘉人さんと西野亮廣さんなんですよ。でこのお二人はあのまあ単純に言って誰から見ても話が上手です。だからまあモデルにする上ではあのまあ文句のつけようがないですよね。で中身もそうなんですけど、でじゃあ何をどう真似したらいいのかは分からないですよね。でお二人とも全然違うキャラなんで、共通してるところがどこなのかとかなんとなく感じ取るしかないし、うまく言語化できないんだけど、そこをイメージしながらあのちょっとずつこういう風になったらいいなと思いながら喋ってるっていう感じですね。で一番最初難しくて、あの少しずつ意識してあの前よりは良くなったかなと思うのが、喋りながら笑うっていうこの状態、今この状態ねこの状態なんだけど、あの喋りながら適度に笑、自分の話に対して笑うっていう、これがね僕は最初すごく難しかったです。あの一人で喋ってるわけじゃん。でお互い喋っててだったら相手の顔見て今なんか面白いことになってんね、おかしなことになってんねと、でそれに対してお互いハハってなってその笑顔を共有するっていうのは割と自然に誰でもできるんだけど、一人で喋ってて、こういうことあったわ面白いなっていうことであっても笑いながら喋るって結構難しいんですよ。俺はね、少なくともね、もともとが根が陰キャなんで、そのなんていうかあのなんか笑うこと自体はできなくないんだけど、不自然になっちゃうなとか、喋りの流れ上その笑いでいいのかよくわからないとかね。でスタイフみたいにその音声こうなんていうかスマホに向かってブツ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 喋ってると、どん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 なんかこう最初はですけど、喋ることを決めて上手に話せば話すほど表情が硬くなって声にもそれが出ちゃうんですよね。あ、硬い表情でもクソ真面目に喋っとるなみたいな。だから1年半ぐらい前の音声とかも僕は自分で聞けないですね。聞きますけど、あのたまに。でもそれがこうだん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 、音声収録するときに、スマホをちょっと持ち上げてマイクの場所をこう高くして、顔がこうちょっと上向きになるぐらいの勢いで喋った方がそもそも明るくなりやすいと。でそうするとだん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 こう俺は何言ってんだろうなとぶつけて喋ってるからさ、これ何言ってんすかね俺は今っていう瞬間に対して笑えけてきたりするのは、そのまま笑っちゃっていいんだなっていう感覚っていうのが出てきて、そうするとあ、こうやって笑ってんじゃないかな鴨頭さんが喋りながらの笑い方、もう間違いなく一人で喋ってんのにめちゃくちゃこう大勢の前でみんなと一緒に笑ってる笑顔をどうやらあの人たちは自然に作ってるだろうなっていう、まあ、西野さんもそうです。あの一人でね、部屋でね、ベッドの上でねゴロゴロしながら喋ってる時もあるわけですよ。だけどどっちにしてもこうどんな時であっても聞いてくれてる人の顔をしっかりこう思い描いた上で、この話したらこういう笑顔来るよねがもう分かった上で、あのこの笑顔でいいよねっていうのが
完璧にこう把握された状態でケラケラ笑ったりちょっと吹き出したりとか、これが自然にこうハマってくると、すごく同じことを話していても同じことを言っていても、ただの中身が正解ですね、中身が適切ですね、聞きやすいですね、発音が聞き取りやすいです、伝わりやすいですという話し方とは別次元になって楽しいになるわけですよ。聞いてて楽しいで、なおかつすっごくクオリティの高い話をしているので、めちゃくちゃこう分かりやすく感じるので、何度でも聞けるしってなるんですよね。だから僕はその辺を正解に置いて、どうやったら近づけるかっていう感じですかね。でそのためには、彼らはもう3年4年ボイシーで喋り続けていて、でこの喋り続けるということが、今はねスポンサーが入ってお金が入るみたいなことはやってますけど、3年前は全く何のお金にもならないし、っていうところからスタートしてて、で誰もやってなくて、でほぼ聞いてないみたいな、誰も聞いてないみたいな状態もまずあったわけですよ。あれほどのトップランナーであっても、そういう時代においてずっとこう楽しんで続けているフェーズがあって、でそういうものって流行り廃りじゃなく始めているから、まあ単純にこう続けた年数だけ、クオリティが上がって上手くなっていくし、中身も繰り返し同じことを喋っていればいるほど、よりすっきり伝わりやすい話し方、表現方法が見つかって上手な話になっていくわけですよね。これ落語とかってさ、例えば同じ話をいろんな落語家さんが何度も何度も延々と何十年と引き継いでやっていくわけじゃないですか。だけど上手い落語家さんの喋りが一番伝わるわけじゃないですか。で僕らだって、三杯のかけそばみたいなのを誰でも知ってるストーリーだからやろうと思えばできるんだけど、全然レベルが違うわけね、その伝わり方としては。じゃあこれってその正解どっちなのかには、どっちも中身的にも話的にも正解をやったとしても、プロの落語話し家さんの情景を相手に思い浮かべさせるとか、楽しい気持ちをつ人の聞いてる人に対してここでちゃんと楽しこういう気分にさせるっていうところまでの技術とかこうひっくるめていくとさ、まあめちゃくちゃこうレベルの高い奥深い世界があるわけじゃん。でそれはもうなんか悪いところがあったら言ってくださいの世界ではないんですよね。もっとこうしたらいいんだ、もっとこういうふうに話せば伝わりやすいんだ、それはなんか言おうと思えばなんかこの競技のルールを設定すれば言えなくはないんですよね。3分以内に喋りましょうで、最低限のことが伝わるようにしましょうだったら箇条書きで読むのが一番正解かもしれないじゃん。でも多分そうじゃないよね。禅の日常で思ったことを絞り出すような感じで思い出しながら、こうだったなあだったな、であっち行ったりこっち行ったりしながら喋ることの方が、今の競技としては多分禅にとっては正しいですよね。でそれでなおかつよりせっかく喋った場合に伝わってほしいっていうのがあって、その時に話題はじゃあ3つ以内がいいんじゃないかとか、できれば1つに絞っちゃった方が他に話したいことがあってもその方が聞きやすいんじゃないか、お母さんにとってはかもしれないね。でも俺からしたら3つあったんだったら3つ聞きたいよとかね。じゃあその俺が聞く場合の正解とお母さんにとってはの正解、ひょっとしたら違うかもしれないね。で善はどっちの正解に向かっていこうとするのか次第で、より良くなるにはどうしたらいいですかのも
なんていうか問題意識に対する、コメントの中身が変わってくるっていう。でもね、なんだろうね、俺はまだいいんじゃないかな、そのこれをより良くするためにここを直した方がいいよみたいな話って探せばできなくないと思うけど、もっとスピード早く喋れた方がいいんじゃないとか、わかんないけどね、もっと、なんだろうな、まあ、あんまり言うことねえんだよな、うまいから。ただあ、まあ言おうと思えば言えるかもしれない。もうちょっとテンポアップして、語尾を一回切った方が聞きやすいんじゃないかとか、なんだろうな、とは。でもね、前は本当にあの喋ってる時にとかあーとか、まあ俺は言っちゃうけどさ、ほぼないよね。あれは本当すごいことで、それがないのは本当いいと思いますね。で、間が空いたとしてもちゃんと 間にして、今言ったような「を挟まない間にして「次は次」ってこうちゃんと切って喋るっていうのはすっごい技術の高いことなんですよ。でできてんだよな、これがな。でまあそこを例えばあのさらにちゃんと意識して区切るようにしたら聞きやすいとかあるかもしれないですね。でも全然それぐらいかな。でもだからそんなことを俺は気にしないで喋った方がいいと思ってます。出ちゃうなら出ちゃうで、もう言ったらいいし、あんまり言い過ぎるとその A が邪魔だなとか、が邪魔だなとかで、あの息継ぎも大げさに毎回吸われるとその音が気になっちゃうとか、まあありますよ、ありますけど、その癖としてね。でもそれって自分で聞いててこれもうやめようかなと思えば切ればいいし、残している方がノリよく喋れるんだったら残したっていいんですよ。それ原点じゃないと思うんだよね。でそれを気にして喋るような音声配信じゃなくていいと思ってる。それよりも楽しこういう風なノリで喋ってる分にはすっげえ楽しいなが僕は正解だと思ってる。なのでまあそれはテーマもこれが楽しいが喋ればいいし、ノリもこれが楽しいが喋ればいい、それが正解だし、長さもまあ3分ぐらいがちょうどいいなっていう人には3分がいいと思うんですよ。僕はなんかこう自然にやってるとなんとなく30分になっちゃうんですよ。だからそれが今僕にとっては30分が正解なんです。1時間が正解の人もいます、中田敦彦のように。一方でそのボイシーっていうのは10分以内に区切るっていう制約がついてるので、まあプロの話し家さんじゃないとぴったり10分に合わせて中身もこう起承転結をつけて、なおかつ自然に笑いながら喋ってるっていうのを実現するのはなかなかの、あのハードな競技だなという、もうプロアスリートの世界だなとも思いますけど、だからまあそれはモデルとしてお手本として毎日聞きつつっていう感じです僕ね、はい。なんか正解不正解は自分だけが決められる権利を持ってるっていう話でした。どうですかどうですか。あのということで今日も一日皆さん誰と笑いますでしょうか。ということで明さん、あの昨日のどうでもいい話素晴らしかったです、ありがとうございます。ということで皆様良き一日を。じゃあねー。